さ、この辺やな、サイの河原。懐かしい。おるね、トイレ。田村。お久しぶりじゃないですか、桐生さん。うん。誰やったっけ、情報屋か。あー、はい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 、おったな、そんなやつ。情報屋の田村か、久しぶりだな。こっちは相変わらずですよ。桐生さんこそ、どうしてたんですか？最近見かけませんでしたけど。ああ、今はこの辺に住んでないんでな。そうでしたか。ああ。またなんか困ったことがあったら何でも聞いてください。情報量は負けときますよ。大体は劇場前にいると思うんで、それでは。田村ね。よし、じゃあ入るか。普通に男子トイレ入ってくんな。え？こっちじゃない？ごめんごめんごめん。あ、なんかある。はい、コインロッカー。よーし、こっちか。え？あ、さっきのが女子トイレか。ちょっと、ここ男子トイレ。黙ってついてこい。はい、セクハラしていく。ここなの？俺も初めは信じられなかった。さあ、花屋はおるんか？無事なんかな？うわ、え、なんか進化してるやん。住宅できてるし。1年前とは全く違う。前はどんな感じだったの？ちょっと待って、真島建設じゃん、これ。もしかしてホームレスの溜まり場だった。何かの工事をしているようね。ああ、久しぶりですね、キリュウさん。あ、お前か。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。お前名前何やったっけ。どうぞ。お、ありがとうな。ごっついな、ほんま。やっぱ真島の間って書いてるやん、ヘルメットに。あー、ここは変わらんな。お兄さん、私と遊びましょうよ。地下にこんな街があるなんて。驚くのはまだ早い。そうやね、一番奥にすごい部屋あるからな。え、ここは一体何なの？深く知る必要はない、ついてこい。よーし、奥の屋敷へ行く。とりあえず行こうか。さあ、どでかい屋敷着いたよ。ぶつかんなよ、いちいち。これは桐生さん、その女は。何よ。いえいえ、野暮なこと言って失礼しました。おい、ちょっと用があるんだが。はい、わかりました、お通りください。元気いっぱいな、お前。それは俺のさじ加減か。さあ、久々に来たね、海遊館。桐生だ。誰かいるのか。なんでドス構えてんの。いるのは分かってるんだ。出てきてくれ。お、この笑い声。待ってたで、桐生ちゃん。キルちゃんが肩着になってしもうて、この一年めっちゃ寂しかったわ。マジマさん、ヘルメットかぶって。キリュウちゃんなら絶対にこの町に帰ってくると思っとったで。元登場会直系真島組組長、真島五郎。いいね。何この人。まあそうなるよな。元登場会島の組の若頭、俺の兄貴分だった人だ。一年前の事件にも絡んでる。久しぶりだな、真島の兄さん。ここで出会うんだ。何やキリュウちゃん、もう女作ったんかい。この好きかもしね。誤解すんな。照れることないやんけ。なあ姉ちゃん。府警第四課主任、佐山薫です。よろしく。府警四課。姉ちゃんデカなんか。キリュウちゃんどないなってんねん。それよりどうしたんた、ここにいるんだ。マリナ、ここの前の親分がいなくなったからや。なんで。花屋が。花屋。ああ、
1年前ここにいた伝説の情報屋の名前だ。逃げたんか、殺されたんか。通称サインの花屋、元警官のセンや。なんや、情報を渡すときに花束使うてたら、そないな名前になってもうたらしいわ。花屋はどうしてるんだ。表の人間になったらしいわ。え、そうなんや。表？なんや、警察の下請けでカムロ町のモニター映像から情報提供をやってるらしいわ。なるほどね。ま、ある意味花屋にとっちゃ元の鞘に戻ったってだけのことなんやから、ね、確かに元警官やもんな。つまり警察関係者になったってことか。そうや、それがきっかけでサイの河原は機能専用になったんや。そこで俺は真島建設を立ち上げてカムロ町ヒルズの建設事業を受けよった。カムロ町ヒルズ、カムロ町ヒルズ上に立っとったやろうが、バカでっかいビルの鉄骨が、あれがカムロ町ヒルズや。いいね、ま、近代的やな。俺の本の狙いはそれに乗じてこの地下街を丸ごといただくことやったんやがな。あんたも意外に頭が回るんだな。せやろ。で、今日は何の用や。搭乗会に戻ってくれ。かしこまって、何アホなこと言うてんねん。キリュウちゃんに冗談は似合わんわ。本気だ。今の搭乗会にはあんたが必要なんだ。戻ってくれ。やっぱ真島を戻すんか。お断りや。頼む。やめえや、キリュウちゃん。俺はキリュウちゃんの備えな姿見とうないや。頼む、真島の兄さん。搭乗会を救うには真島組の力が必要なんだ。頼む。しゃあないね。待って、それなら一つ条件があるわ。戦うんちゃん。なんだ。キリュウちゃんにしかできへん仕事や。まさか。せや、トーナメントや。トーナメント、引き受けるか。トーナメント、どういうこと。格闘場、すぐに終わる。先にセレナに戻っていてくれ。おい、それで今花屋はどこにいるんだ。おう、ああ、ミレニアムタワーや。ん、なんだって。あのビルの50階にいるらしいわ。なんや、ずっと地下に潜っとると高いところに憧れるもんなんかな。そうか。ああ。そんなことよりトーナメントやろ。準備ができたら言うてくれよ、キリュウちゃん。うん。闘技場に出場するには万全の準備が必要だ。小牧の修行を必ず受けておいた方が良さそうだ。あー、なるほどね。小牧の修行、ちょっと、行ってくるか。よし。あ、小牧のおっさんおるやん。久々やな。おお、来たか、まな弟子よ。よう、じいさん、ここにいたのか。お主がカムロ町に帰ってきたと聞いたんでな、久々に稽古をつけてやろうかと思っての。この小牧宗太郎、久々にお主を鍛えてやるわ。小牧流古武術か。あんたには前にも稽古をつけてもらったんだよな。しかしじいさん、相変わらずだな。その様子じゃまだまだ現役ってとっか。ははは、わしを誰じゃと思っとる。誰、弱いこそ重ねたが衰えなどないわ。この場所もホワイトなんとかとかいう白い服のチンピラがたむろしておったんじゃがな、舐めた口を聞くんで叩き出しちゃったわ。バリ強いよお前。そうか、そういうわけじゃから余計な心配などいらん。全力で稽古をつけてやろうぞ。とは言ってもお主には以前稽古をつけたからの、今回は鈍っておらんかなどの確認が主じゃな。というわけで学んでしよう。まずは今の力を見せてみよう。力を見せると言っても一体どうすればいいんだ。なに、難しいことではない。戦いの中で闘気を高め、身にまとわせるだけでよい。その状態こそ己の限界を引き出した状態。今のお主の力がよくわかるのでな。ちなみに限界を引き出した状態をわしはアルティメットヒートモードと呼んでおる。アルティメットヒートモード、横文字似合わんな。まあ激しき戦いに身を置いたことのあるお主じゃ、コツさえつかめばそう難しいことではないじゃろ。具体的な出し方じゃが、闘気、つまりヒートゲージを最大まで溜めた状態で R2 を押せばよいだけじゃ。ほう、
もしもヒートゲージが溜まっておらんのならば敵を攻撃して貯めるとよいぞ。さてそれでは見せてもらおうかな。アルティメットヒートモードあんねんな。試せるように相手は用意した。まあ、なんでしよう。準備はいいな。ああ、敵を攻撃してヒートゲージが最大まで溜まったら R2 を押すんだな。ほほ、やり方覚えたようじゃの。ならば始めじゃ。小牧の修行。アルティメットヒートモード。よし。とりあえず溜めて、で、R2。おお、すげえ。かっけえかっけえ。銃に敵を倒す。おいおいおい、やめろやめろ。お、参加くれんだ。こんなんも出んのか。なるほどね。ヒートモードが続いている限りは使えると。よーし。修行1個。クリアしたよ。マナ弟子をシカと見せてもらったぞ。なかなかの力じゃったな。なるほど。これが限界の引き出し方か。アルティメットヒートモード。ありがとう、ありがとう。さあよ、その感覚を忘れるでないぞ。さすれば実践にも活かせるからの。さて今回のでお主の力を把握した。次回からは技が鈍っておらんか傾向をつけてやるから、木を見てわしの元を訪ねてまいれ。わかった、その時は頼むぜじいさん。よーし、これちょっとできるとこまでやろうか。よし、小牧流もちょっとやったし行くか。準備できたんか。準備は問題ない。よっしゃ、ほな始めようか。Ladies and gentlemen. さあさあさあ。ついに、あの堂島の竜がこのリングに帰ってきました。帰ってきたね。親殺しと言われた10年、その屈辱を乗り越え、この町の危機を救い出した伝説の男、前年度。地下闘技場メイン王者キリュウカズマ。結構ちゃん、おいおいおい、両手に花。このトーナメントで今一番旬な男、勢いに乗るブラジルの超新星、ブラジルの超新星カエタノダシュバ。おいおいおい、1年という時を経て戻ってきた。何企んでんねん真島さん。戦いの女神はどちらに微笑むのでしょうか。とりあえず優勝したら戻ってくるって感じかな。最後に真島さんとやりそうやけどな。いいよシウバー。大体強いやつシウバーって名前よな。おお、堂島の竜が光ってるね、背中の。シウバーを倒せ。おいおいおい、えぐいえぐい斧振り回してきたな。危なっ。ほらボケ、なめんななめんな。オッケー、カウンター、これもらったやつやな、小牧から。ほらほら、さあ来いよ。あ、やばいやばいやばい、足りんかった、リーチ足りんかった。フラフラしてる。まあ初戦やから弱いよな、さすがに。斧ガードできんねや。ほらよいしょ、バーン。まあ余裕やな、シューバーは。極み出したかったもん今。これで終わりや。ヘボシューバー、大丈夫かお前。まあ3回戦ぐらいあるんやろうけどさ。いいねいいね。楽しんでるわ。次の対戦者は、お、こちらも帰ってきた伝説の男です。来た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 。1年前までこのリングに。あ、ゲイリー・バスター・ホームズね。ゲイリー・バスター・ホームズ。奇遇ですね、キリンさん。そうくしと安楽死。安楽死になってる。相変わらず日本語分かってねえな。前副上司やったのにな。伝説の元王者、注目の一戦。首振っと。ボングです。よーし、やったろぜ。おい、なんやなんや、何つけてんのお前。バレットやんけお前、 FF の。
おい、パワー系やね。おいしゅー。やっぱリーチ足りひん。やっぱカウンター学んできてよかったな。うれ、はい、終わり。キリュウ強い、シンプル。まあそうなるよな。さあ、竜対狂犬。須藤元気みたいやな、お前。いいね、いいね。エンターテイナーやな。果たしてキリュウなのでしょうか。今リングインです。さて、島野の狂犬と堂島の竜。キリュウちゃん、かっこいいやろ。たく、あんただけは読めねえな。さあ、今度は正々堂々勝負しようやないか。正々堂々言うてるやつがドス持つな。よっしゃ、マジマちゃんと対決や。おい、おい、マジマくるわ。相変わらずダンサーやね。ドス持っての強いねんて。おらおら、危な。おいっす。やばい、極み、極み打ちたかった。危ない。強い強い強い、刃物は強いって。よしよしよし、ちょっとアングルが。オッケー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 。極み入れたいな。ちょっと待って、回復、回復できるよな、回復できるよな。オッケーオッケーオッケー。前回いい。チートやろ。よし来い。危な。ちょ、強いな、マジマちゃん。やっぱ極み2の敵強いわ。ヒートアクション積極的に使っていかなあかんな。この状態で極み使えるんかな。あ、いけるわ。うわ、痛そう。めちゃ食らうよ。ほんで、おいしょ。あ、コマンド来る。かっこいいな。丸、うお、避ける。緊迫するね。怖い怖い怖い。いや、血しぶきえぐ。よし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 、極み、もうちょいやで。つぅ、連撃すぎるやろ。うわ、バテたバテた。おら、負けてへんで、キリュウも。ウイス、強い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 。何やその攻撃。待て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 、回復しよ回復。よし、オッケー。ポカして追い打ち、避ける、蹴り、ガードしてるけど無理。ガード無理やわこれ。オッケー、食らった。ナイス、極み。これ勝機出るんじゃん、勝機。オッケー、来た。四角連打からの三角極み。
なかなか強いな、マジマちゃん、やっぱり。今回は竜の勝ちや。さすがキルちゃんや。相変わらずごっついな。ごっついな。約束だ。登場会に戻ってくれ。まあ、祝いの酒でも飲みながらゆっくり話そうや。まあ、なかなか盛り上がったんちゃう？闘技場も。さて、マジマの元へ向かう。了解了解。さ、着いたよ。お疲れさん。やっぱりキリュウちゃんは他の奴らとは比べ物にならんな。おい。そんなことより。おう。分かっとるわ、約束やからな。登場会に戻ればええんか？いや。いや、無理に戻らなくてもいいんだ。どっちやねん。はあ？なんや、さっきと話がちゃうやんか。うん。あんたが登場会に収まる器じゃないことは知ってる。今、組に戻るよりも、組を助けてやってほしいんだ。お？つまり、手助けせえちゅうことか。ああ。ああ、引き受けてもらえるか。ああ。わかったわ、キリュウちゃんの頼みやからな。せやけど、その前に登場会はピンチなんか？うん。実は、神道を率いる錦山組が登場会から抜けるかもしれない。お？ほう、組の力半減やな。ああ、その上、合流会がいつ攻めてきてもおかしくない状況だ。はあ、そうか、しかしまあ、なんかすっきりせんな。ん？何がだ？俺はなんか作為的なもんを感じるんや。どういうことだ？確か、寺田は近江連合に殺されたんやったな。ああ、俺の目の前で襲われた。それがおかしいんや。何？なぜだ？寺田が登場会の5代目になってから、近江とは備えに敵対しとらんかったからな。本当か？うん。じゃあ、あの襲撃は？まあ、相手があの合流会ならやりかねんが、少なくとも殺されるほどの揉み事はなかったはずや。うん。それじゃあ、寺田はどうして？今となっちゃ、俺も登場会におらんから詳しいことはわからんが、俺は寺田のことは好かんかったわ。うん。どうしてだ？平和やら和睦やら共存やら理想ばっかり語りよって、結局登場会はその辺の組織からも舐められるようになってしもた。それにどうした？あいつは結果的に登場会を混乱させたからな。なるほど。あんた寺田を信用してなかったのか。なるほどね、そういうことか。やつは周りで言うほど立派な極度やなかったわ。作為的なものね。どういうことだ。誰かが仕組んでるってことやな。寺田は自分の言うことに従うイエスマンしか周りに置かんかったんや。俺や柏木のおっさんとかの御三衆は真っ先にのけもん扱いにされた。ああ、そうなんや。柏木さんも。そうや。若頭代行なんぞ言うとるが、実際はお飾りや。おい、寺田さん。ミレニアムタワーにでっかい事務所作っても寺田の命令なしには一切動くことはできんかった。ほうほうほう。俺はそんな寺田のやり方に嫌気がさして組み割ったんや。まさか寺田がそんな男だったとは。ま、人の腹ん中までは探れへんちゅうことや。寺田は何を考えてたんや。人を信じるのもええけど気ぃつけなあかん。あえて登場会を潰すようにしてたってことか、寺田が誰かと組んで。わお、ほほほ。なんやなんや。ちっ、またかいな。連中もしつこいな。攻めてきた誰か。なんだこの警報は。現場に不審な侵入者が出た時に鳴るようになっとるんや。最近そういう輩が多くて。侵入者。一体何なんだそいつらは。うちのカムロ町ヒルズ計画を奪い取ろうとしてる連中や。ほう。ヒルズ計画を奪い取る。親父、大変です。待てやつらです。どうしましょう。そんなん追い払うに決まっとるやろが。
また下暴れするで。準備しとけ。楽しそうやな、まじまちゃん、はい。ヘルメットが可愛いな、やっぱ。何度も喧嘩売るとは。ええー、度胸やないかい。誰なんやろな、喧嘩売ってんの。